今の終わっちゃうと彼は残っちゃって自分の意識から取っていっちゃうんです。できたら、うん、もらってるもらってる状態でうまいんだっていうふうに考えて、終わっちゃうと彼は残っちゃって重たくなっちゃう。難しい。いつも彼もらってるんですよ。ボルトの方向はできるだけにいつも。そしてやった方がいい。それから尻尾投げとかこっち投げていくんじゃなくて、できたらこの体の右足の重心の方に投げていった方が、ここがあると投げとく。今は前に俺はそのままここは方向いつもだから彼はどこにいるかちゃんと掌握してない。こうやってやっちゃったらダメです。おへそが向こう行っちゃって、だから入った時もちゃんとこっちおへそが分かるの。いつもそれで自分のおへその前に一つ目でね、じゃあこう、そんな見てね、ボルトパッキングじゃなくて自分はまっすぐその姿勢を作るためだよ。相手に依存して、依存じゃないなら寄りかかって彼を支えに生きていくんじゃなくて、自分はまっすぐな自由、どこでも行ける状態、それでオフ、だから全然寄りかかってる。寄りかかる結構しちゃダメです。いろんなことやっていいですけど、寄りかかるちゃいけないなってことだけ考えてやってください、ね、どうしてもここに相手を倒すためにここに寄りかかっちゃうからじゃなくて、自分をまっすぐ作る、自分を作るためにまっすぐでここを倒す、寄りかかってないんですよ。それが一番大事なことだ。倒すことは大事じゃない、自分をまっすぐ